ルディージャ戦です。前節甲府戦ではしっかり守備をして 0-0 のスコアレスドローでこのホームに帰ってきました。ただ永井監督なんですが、引いた相手にもしっかり崩しきることにこだわっていきたいという話をしています。今日はゴールラッシュを期待したいと思います。松陰さんのブラシです。先日 J 通算100試合を達成した井上志音選手が選んだ強力ギフトセットが今日販売されています。限定20セットということで、もうたくさんの人が集まってきています。じゃあ兄ちゃん持って。絶対買いたいって言ってたんで。こちらキッズパークです。今日はスタンプラリーも行っているということで、子どもたちで大盛況です。こちらはキッズパークの中のブースなんですが、キッズユニフォームの交換所です。これ入り口で引き換え券をもらって、この場所に持ってきたらそのまま子どもたち、小学校以下の子どもたちがユニフォームがもらえるそうです。はい、じゃあこれでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとう。あれ、ここはあまりつけてない。ちょっと待って、やってみて。よし、できたー。じゃあこれを見せて点数をチェックしてもらおう。さてこちらはドリブルチャレンジのコーナーです。子どもたちがたくさん参加してます。こちらは科学実験教室です。このようにですね、段ボールで作られていますが、針金などを使って準備されています。これいわゆるイライラ棒ですね。この穴、こうして当たらないようにしてずっと進めていって、もし当たったらおおってビリビリではなくて音が鳴るようになってます。こっちめっちゃむずいと思う。おお、ナイス。高いよねこれ。大丈夫、すごい慣れてる。次ちょっと難しいから気合い入れて。おお、いやむずいこれ。難しいよね、硬いよね。僕欲しい。かわいい。今日はいろんなフードコーナーで選手とのコラボ商品が出てるんですが、これを買いに来たんですよ。川野選手と高橋選手の豪快タレカツピタサンドが今日30分で売り切れだそうです。めっちゃ悲しい。え、ちょっとピラッとこう、ピロッと、ごめんなさい、ピロッと、移動落としたの。あ、最高。
私たちサポーター関係者一同はどんなことがあっても東京ヴェルディと心は一つにして応援しています。どうぞ今日も皆さん胸の内で東京ヴェルディの勝利を祈ってください。どうぞよろしくお願いします。カモン東京ヴェルディ。ベルディサポーターの皆様、こんにちは。今シーズンも赤月を開催させていただけると大変嬉しく思います。今年はコロナ禍の影響で世の中が非常に苦しい状況でありますが、そのような状況でも未来のフューチャーとユニフォームの競争、シーマスとイベルのプロデュース、公式ファンワークのリリースなど、ベルディの新しい取り組みをいくつか行うことができました。今後もゲームを実施する IP プロデュースカンパニーの人の強みを生かしながら、ベルディと共に歩んでいけたらと思っています。今日の試合の勝利を目指して共に戦いましょう。赤月様、ありがとうございました。赤月様、いつもご支援ありがとうございます。赤月さんの誇りを胸に、一緒にメダルに頑張るよう頑張っていきます。これからもご支援東京ヴェルディの今日のメンバー、それから予想フォーメーションです。あと攻撃のところでも結構選手がポジションチェンジを頻繁にしてますので、この辺りかなり流動的ですね。はい、ここまでニアをずっと狙ってますが、ショートコーナー変化つけた、シュートですが左に切れていきました。まあ、デザインされたコーナーキックだと思いますね、はい、直接入れるんじゃなくて、まあ、一人スルーしてこれクロスのような気もしますけど、はい、高さはね3人ありますので、そこを狙う手もありますし、はい、今みたいな速いボールで低くてね、ちょっとでも触ればゴールになるし作ってますね、もう一回ヘディングシュートだ。先制は東京ヴェルディ。まあ、ちょっとすり抜けるような形で、ね、平が入ってきて、はい、まあ、ゾーンディフェンスですから、まあ、ボールと人がこうピンポイントで合えば、まあ、ちょっと触ればいいでボールですよね。素晴らしいですね。まあ、かいくくるような形で最後高かったですよね。滞空時間も長かったし、大宮は今2試合連続逆転勝ちなんだ。そうなんですよね、まあ、最初にちょっと試合で、ね、言わせてもらいましたけど、やっぱ前半失点したくないですね、はい、お出ました、逆サイドも来ている、シュートだー、決まった、一気果敢に2点目、東京ヴェルディ。本当手数をかけてないですよね。佐藤からの背後スペースに出したボールを、まあ、山下のスピードを生かしながら、今クロスちょっと見てますけど、もう完全にこれシュート狙ってるんですよね、多分ね、はい、1回中見ましたけど、それがまあフェイントになったのかどうかわからないですけど、まあ、クレイ一応ね逆をつきましたよね、はい、ニア狙いましたね、これ。そ
素晴らしいゴールだと思いますね、はい、山下のスピードが行きましたね。これはちょっとこう手が当たってファウルになりましたけど、うん、ここも引き続き佐藤雄平が入れます。ヘッド、また平今日2点目、3対0東京ヴェルディ。佐藤雄平はこれで今日もう3アシスト。このままのクリア位置が出る、まあ、声出して出てると思うんですけど、はい、まあ、出たら触らなきゃいけないと思いますけど、そこのその前ですよね、完全にあのディフェンダーとディフェンダーの間のところに頭一つ抜け出して、で触るだけ、素晴らしいゴールですね、まあ、佐藤のボールも素晴らしいですよね、これはね。東京ヴェルディと大宮アルディージャの一戦、前半は3対0ホーム東京ヴェルディリードで終了しています。大久保嘉人が下がります。代わって花戸仁、森田は167センチです。飛び込んだ、1点返しました。大宮アルディージャ、ベシモズカー、いいですね、いいところ入った富山、前から行く富山、うん、よく足出しました平。はい、まあ、平が先にねスライディングした後ですけど、ショートコーナー藤田ヘッド、近藤でした。今もしかしたら意図的なんでしょうかね、これ藤田がちょっとサイドのところに、ね、残っててフリーになってますよ ね、 これね、しかしたら意図的かもしれないですけど、はい、プレッシャーかけられた時のプレッシャーかわし方良かったですよね、はい、試合終了、東京ヴェルディ3対1大宮アルディージャを下しました。こんばんは。お疲れ様でした。連戦最後の試合を、皆さんの前で勝利できて本当に嬉しく思います。応援ありがとうございました。37歳になりました。ありがとうございます。 ありがとうございます、
本当に最高の、誕生日になりました、最後にヘディング決めてればもっと最高の一日になったなっていう気がするんですけど、こうやって皆さんと共に勝利を分かち合えて本当に嬉しく思います。また、試合は続くので、こうやってホームでも、まあ、アウェーでも、勝ち点を、取り続けて、僕たちの目標である上にもっと上に、行きたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です、連戦の最後の試合勝てて本当に良かったです、今日一日はこの勝利を喜んでまた来週からいい準備していきたいと思います。今日はありがとうございました。ただこれ賞金ははい、賞金は何に使います？賞金ですか？倍ですよね。養育費ですかね。養育費、安心安心。